ここは竹原温泉と言います。明治10年頃の創業です。最初屋根瓦は竹を半分に割って、屋根問い屋根問いというふうに組み合わせておりますので竹瓦温泉、地名も竹瓦というふうになっております。そして昭和13年にはこのような豪壮な唐破風造り、お宮とかお寺のような豪壮な建物になりました。またこれは国の登録有形文化財になっております。少しお湯は熱いんですけれども、向かって、右側が温泉、左側は砂湯で非常に人気スポットになっております。